昨日土砂崩れがあった豊富市向島の現場に来ています今日も重機による土砂の撤去などの作業が行われています昨日豊富市向島の県道沿いの山で土砂崩れが起き市内に繋がる道が通れなくなりました昨日から流れ込んだ木や土砂の撤去が進められ今日中の復旧を目指しているということです他に道はないため 49世帯97人が住む小田地区の大部分で孤立状態が続いています今日は午前6時半に船で食料や飲料水などが届けられましたまた市から保健師が派遣され地区の人々の健康管理を行っているということです